こんにちは、ジャズシンガーウィリアムスひろこです、えー、今日は株式会社 D&M ホールディングスさんにお邪魔しておりますポークオーディオご担当の 高山さんにお話をお伺いいたします。高山さんよろしくお願いいたします。ま,すえまずはブランドについてお話をお伺いさせてください。はい。ポークオーディはまだまだご存知のない方が結構多いブランドで、まあ日本に再上陸したばかりなんですけども、あのそのブランドのえっとヒストリーをご紹介させていただきますと、えー、1972年にアメリカのメリーランド州ボルチモアにある。 サウザンプトン大学っていう学生大学のです結構頭のいい大学のそこの実際の学生たち3人でスタートしたブランドですでまああの面白いコンセプトを持ってまして、えっと、自分たちがまあ貧乏な学生だったんであの自分たち学生たちでも買えるようなブランドを作りたいという最高の音を作りたいというのが。 根本的なな理念になっててましてですんであの今日本にあるスピーカー群も高いものでも20万台後半のスピーカーペアのものがあるということなので彼らは面白いのが安いものに誇りを持って取り組んでいるという非常にちょっと面白いブランドじゃないかなと思います。 でまあ、アメリカの方では実はすごく親しまれてまして日本では知らない方が多いんですが向こうではもうあのずっと2000年以降、えっと、コンポーネントスピーカーのトップランナーの一人としてずっと人気があるので、まあ、それの良さは改めて知っていただきたいなと思ってます。はい、えここののポーーークオオディオのスピーカーは再上陸とといううなんですが何年頃にあのもう一度 上陸日本にやってきたんでしょうかはいあのコンポーネントスピーカーとしては2021年ですんで、まあ、約年年前という感じになりますす、はいはあ、わずか2年ですよね、はい、えこの2年という短い期間なのにもうあのとてもね人気があるということでも伺ってるんですけれどもその、まあ、このスピーカーの音の魅力ですとか製品の特徴とか教えていただけますでしょうかはい あの先ほど創業の理念の話をさせてもらいましたけれども、まあ、学生でも買えるような、まあ、そんなところそういうレンジのスピーカーにあの、まあ、誇りを持って取り組んでいるブランドということなんですけれどもあの幸いなことにですねちょうど今市況、まあの中でも。 まあ、少し物価高みたいなところがある中で、このポークオーディオのそういったユニークなコンセプトっていうのが。おそらく、あのスピーカー業界の、お客様の皆さんにも、ちょっと面白いなっていうふうに思っていただけたんじゃないかなというふうに。思います。音の特徴としては、どういったところがあるんでしょうか。音はですね、あの人の声を大切にしている。で、アメリカのブランドですんで、あの、まあ、パワフルで。 そしてあの心地よい音といいますがか例えば、まあ、緊張感のある音であってはならないだったりとか、まあ、彼らの実際にあるボルチモアのオーイング・ミルズというところにアラッドと呼われる研究施設があるんですけど、まあ、その彼らと話している中でも、まあ、例えば、えー、と実際のフィロソフィーの中に今言ったような緊張感のある音は 出したたくないだったりとかあとは「消音量での再生にも気を使っている」だったりとかアメリカなんであんまりそういうのを禁止してなさそうだったんですけども、ねはい、まあやっぱりもちろん向こうでもし夜の主張とかではそういうのもあるであとは先ほど言いましたように「人の声をとても大切にしている」だったりとか、うん、まあそういった特徴があります。 あの例えばモニター系のスピーカーヨーロッパ系のものでもさまざ、あ、まな方向性のものがあると思いますが音という意味でもそういったこうリラックスして聴いてもらえる温かみがあって人の声をこう、まあ、パワフルに聴いてもらえるようなブランドというのはおそらく、まあ、あの少しユニークネスをあのコンセプトと同じように感じてもらっているんじゃないかなと思います、うん、人の声をということではじゃあ、はい、ボーカルものということにそってくる。 はい、クラシックもジャズももちろんあのしっかりとやっていていい音で聞いてもらえるんですが、まあ、あのどこかに特徴ということですとやっぱりすごくあの人の声はボーカルものというのは聞いていいてたただきたいですね、はいえー、では今回の出展ブースの見どころについて視聴の環境ですとかそういったところはどのよううになっていますでしょうか、はいえー、2つございましてまず1つの、まあ、視聴の方はですね 3つあるここに置いてありますシリーズのうち一番上位のシリーズのリザーブシリーズというのを中心におそらく聞いていただけるかなと思いますし、まあ、先ほどご紹介したようなあのユニークさを持った音っていうのを是非体感していただければなと思いますしもう一つあのいわゆるこうライイフスタイル展示もやってますやっぱりあのリビングの中で結構な存在感を放っているスピーカーですんで。 まあサイズも大きいですし、まあそれが家具だったりとか、まあインテリアとどのように調和していくかというのはとっても重要なポイントだと思いますで。実際にあのミッドセンチュリー系の家具を置いてみたりまあ実際何を持っていくかというのはこれからなんですが、まあそういったものと非常にマッチして、あとモダンの家具ともよく合う色を選択してもらったりとかできます。まあそういった実際の雰囲気もあの展示の方ではご覧いただけるかなと思います。それはいいですね。はい。 なんかこうオーディオルームで、はい、あのもちろん聞くのもいいですけれども、はい、その企業理念のこうコンセプトからしても、はい、あのまだオーディオをスタートしたことのない方でもリビングで楽しんでいただくというのでもあの参考になるような感じがいたしますね。はい、ありがとうございます。えそれではご来場の皆様へメッセージをお願いいたします。はい、ぜひあの東京インターナショナルオーディオショーの会場で、あの実際の体験を見て聞いて。 あの手で触れていただいて楽しんでいただければなと思いますのでぜひ7回のデノンブースまでお越しいただければと思いますよろしくお願いいたしますえそれでは続きましてデノンご担当の田中さんとデノンサウンドマスターの山内さんにお話をお伺いいたしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえまずはブランドについてご紹介お願いいたしますはい え、デノンはですね、2020年に110周年を迎えることができまして、まあ、蓄音機からですね、まあ、様々なオーディオ機器を扱っております。こういったデジタルプレイヤーからですね、アナログプレイヤー、そして AV アンプ、そしてイヤホン、ヘッドホン、スピーカー等々ですね、まあ、音に関するものに関してであれば、あまあ、いろいろな製品をですね、提供させていただいております、総合オーディオメーカーになります。よろしくお願いします。 それでは今回のブースでの目玉となる商品についてお伺いいささせてください、はいえー、まずはですねこちら久々のネットワークプレーヤーなんですけれどもこちらはですねあの専用機になってまして、えー、ネットワークの機能そのものっていうのはですねもうさまざまな機械に入ってはいるんですけれどもやっぱりデノンはですね えー、プレイヤーメーカーであるという思いも実はありまして、えー、作るんであれば専用機を作りたいと。で、えーまあ、パフォーマンスの良いものをですね、えー、提供したいということで、えー、このネットワークプレイヤーを作りました。で機能としてはですねネットワークそしてさ、えー、まざ、あ、まなデジタルファイルの再生はできるんですけれども一つですねこのモデルの特徴がありまして、えー、入力をですね HDMI 入力っていうものをつけましてんまあもう今やですねテレビに、えーまあ、いろんな機能が入ってましてでテレビをプレイヤーとして、えーまあ、音楽であったり、えー、映像っていうのを楽しむことができますんで、うん、それもですねデノンのサウンドで楽しんでいただきたいということで。 そういった機能もついています。身近なものをこうちょっと贅沢な音で聞くことができると、はいはい、まかなり贅沢な音で聞くことができる、はい、ということですよね。はいはい、そういうことです。サウンド的にも非常に充実したモデルになってますので、もうすでにですね、いいオーディオシステムを持っていらっしゃる方であれば、あこの専用機を付け足すことによってですね、ネットワークのまあ、配信の音楽ですね。えー いいいいい音でで楽しめるううになるのではなはかなというふうに思いますうこちらのアナログプレーヤーなんですけれども、えーまあ、デノンがですね、えーまあ、過去からずっと培ってきました技術を盛り込んでるんですけれども、えー、と前のモデルのお、まあ、モデルチェンジではなくて、えーまあ、一から作り直したモデルと言っていいんではないかなというふうに思います。えーまあ、デノンといえばですね ドライブは、まあ、ダイレクトドライブということで、まあ、ダイレクトドライブを採用しているんですけれどもこのダイレクトドライブもですね正義法最新のものを採用しまして非常にですね、安定した回転、えー、等をですね実現しておりますそしてこちらのアームなんですけれどもえー、まああの競技ですね、えー、珍しいとは思うんですけれども新設計になっております こちらもですね理論的には過去から培ってきたデノンが正しいと思うことを全て盛り込んで新しくですね設計し直したアームになります。あのなかなかですねアームを一から設計するというのは難しいんですけれどもデノンにはさまざまな図面がありましてそれをですね、まあ、我々の工場である白川工場にですね えー、あの蓄えておったんですけれどもご存知の通りですねあの震災で、えーま、甚大な被害を受けましてま多くはですね失われてしまったんですけれども、ま、エンジニアがですねそれを、ま、あの集められる限り集めましてでその図面をもとにですね、えー、今回の新しいアームの図面を起こしまして作ったんですけれども分からないところはですね まあ、幸いにもあの、えー、当時のアームを設計された方があまだつな、えっと、がりがありましてですね、えー、その方にもですね、えーまあ、意見を聞きながらですね、えーまあ、伝統を継承していくといいますか、まあ、そういった方向でデノンらしいです、ね、新しいアームが出来上がったんではないかなというふうに思いますそしてこのキャビネットですけれどもキャビネットもですね えー、あの前の、えーまあ、DP1300 とかと比較しますと圧倒的に合成の高い、えーまあ、キャビネットを,を新規で採用して、えー、そして、えー、デザイン全体においてはですねこの番号が示す通りですね DP3000、えー、ですね、えー、デノンの代表的なですね番号を、えー、引き継ぐに値するデザインに仕上げた。あ レポートプレイヤーになったんではないかなというふうに思います。サウンドマスターの山内さんそうするとこう音のこだわりっていうんでしょうかどういった点を一番、えーまあ、大切にしたとかそういったことは教えていただけますでしょうか、はいえーまあ、今デノンのサウンドは「ビビット」と「スペシャス」ってよく言ってるんですけど、まあ、この2つのモデルも、えー、そのラインというか。 その線上にあるとということで、えー、まずネットワークの方なんですけど、えー、こちらまあ初期の頃のネットワークプレイヤーというと少し、えー、ちょっと温度感が低いとか、えー、実体感が乏しいとかいう言われ方を、まあ、過去はしてましたけど徐々にあの良くなってましてでこちらに至ってはもう、えー、同時期に発売した CD プレーヤーなんかとも、えー、比較してもですね えー、その、まあ、情報量とかやはり存在感ですねそういったところも、えーまあ、全く見劣りしないあの最新のデジタルネットワークプレイヤーになってるかというふうに思います。で、えー、アナログプレイヤーの方なんですけどこちらはですね、えー、まあデジタルとアナログなんで全然違うものではあるで ですけど音に関しては今の先ほどふ触れさせていただいたデノンの、えー、最新のサウンドというのを意識して、えー、そういった要素をできるだけ盛り込んであのノスタルジーだけではない新しいアナログサウンドというところも狙った部分になります。うん、よりこちらでもおっしゃってたの実体感そういったところも、ね、やはりこちらにも引き継いでいるというんでしょうか。まあ そうですね実体感プラスアンビエンスというか、うんえー、音の広がりとか、うん、ステージ感みたいなところですね。そういったところを大切にされているというところですね。はいえー、それではブランドの今後の展開についてそしてご来場者の皆様へのメッセージも、はいえー、ありましたらぜひよろしくお願いいたします。ははい、えー、と我々デノンはですねあの 総合オーディオメーカーですので、これからもですね、こういう最新のオーディオ機器ももちろんなんですけれども、レコードの再生プレイヤーであったり、あるいはイヤホン、ヘッドホンですね、日常、まあ普段使いできるようなですね、様々なオーディオ機器を今後も出していこうというふうに考えております。ご来場の皆様にはですね、この久々のカテゴリーのフラッグシップモデル出ますので、ぜひですね、 これのサウンドをです、ね、体感していただけたらなというふうに思いますわあ楽しみですねあの私はレコードを聞くのも大好きなのでこちらの方試してみたいなと思っていますぜひ聞かせてください、はい、楽しみにしていますありがとうございます今日は株式会社 D&M ホールディングスの各ブランドお担当の方にお話をお伺いいたしましたありがとうございましたありがとうございました